皆さんこんばんは、橋草です。今日はですね、またまた炭弾から着弾しました。そして毎歳28センチです。それでは開封していきたいと思います。だいぶこの作業も慣れてきました。やっぱりこのこれですよね。これはい、ナイキエアジョーダン1です。裏はこんな感じです。結構年季入ってますよね。この箱見てもらえればわかると思う。箱はこんな感じですね。内側はこんな感じです。炭弾のいつもが来ましたよ。でーん、シャタバ、シャタバですよ。革質めっちゃいいっすね。こう柔らかいっすね、革質。すごくいい革質ですね。これも入ってます。いいっすね。たまんないっすね。まあ会費もこれ釣り来てました。いや、どうですか、シャタバ。ね、たまんないですね、この革質。すごくいい革質使ってますね。めっちゃ柔らかい革ですね。で、まあ、インソールがこんな感じです。これ、新品じゃないんですよ。中古で買ったんですよ。アウトソールもこんな感じかな。かなりバリ溝ですね。こっちもこの辺こうちょっとこう色が、ね、薄くなって気づいてるの分かりますか、ね、まあ気にしないけど。いやー、この革質がめちゃくちゃいいですね。すごく柔らかい革ですね。いやー、たまんないですね。こんな感じですよ。アウトソールこんな感じです。結構こう黒ずんでるの分かりますかね。いや、たまんないですね。いや、たまんないっすね。本当にたまんないっす。いや、いいなぁ。まあ、インソールもね、このまま、綺麗なまま保存されてます。
っちのインソールも一緒で、こう綺麗なまま保存されてます。いやー、いいなー。あの、これマイケル・ジョーダンがイタリア遠征行った時にダンクシュートしたらバックボードごと壊しちゃったっていう、ね、その時をこう記念して作ったあのスニーカーですよね、うん、まあイタリアのそのバスケットボールチームも結構チャチーノ使ってたんだかもわかんないですね。やっぱりいいですね。この革の触り心地もすごくいいし、いいですね、うん、ものすごくいい一足です。これもまだ履いていきたいと思いますね。これめっちゃいいな。見てくださいよ、こうですよ。なんとも言えないでしょ、ね、エロいですよね。なんとも言えないですね。あ、すごい素敵な一足を手に入れました。いや、めちゃくちゃ嬉しいな、うん、シャッターバネ。まあこれもね、あの、私あのいつもこう仲良くしてもらっている花の会のね、早朝がね、あのこの色違い持ってるんですよ。それでこう、ああやっぱり俺も欲しいなと思って、こうちっちゃいましたね、うん、まあただのバクトって言うんですけど、まあ、バクトさんのせいで買ったと言っても過言ではないです。かっこいいですね。いいですね。本当この革の質感がね、柔らかくてすごく履きやすいスニーカーだと思います。うん、たまんないっす、たまんない一足です。皆さん着弾しましたよ。エロいっす。いやー嬉しいっす ね。まあまあそのうちね、まだスニーカーズの方でもね、エアジョーダン1のこう新作とかね出てくると思うんですよ。今度デニムの出てくるのかな、うん、ウィメンズだったかな、ウィメンズのあの薄っぽいデニムの出てくるんで、生まれて初めてこうウィンメンズちょっと買おうかなと思ってました。さすがにこのシャタバネちょっと中古なんで、右も左も匂いは噛めないんですけど、持ってて安心、あって安全、やっぱりこう我が家に一足が必要ですよね。でまあシャタバのシリーズでいけば、このピカピカはちょっと持ってるんですけど、革の質感も全然違うんですよね。お、腕比べても全然違いますよね。まあ、こっちも悪くはないんですけどね、
悪くはないですけど、やっぱりこっちの方が好きです。もうこうオレンジと黒ってまだ映えますよね。いや、いいですね。まずはこの中古のスニーカーをね、私あのピカピカに磨きたいと思います。まあ、今日の夜中の内職でね、これをピカピカに磨いて、いや、いいなあ。まあ、こっちもいっちゃいいんですけどね、あんまりこれ人気ないんですよ。わしは大好きなんですけどね。いやー、いくつっていくらあってもいいもんですね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。